ておきますけども、録画をして、で録画ボタンを押したらこっちのソフトで動かすんです。で今動画を入れたのがありますから、これで動画をプレイバックする。そうするとほらこっちで動いてるでしょ。これが配信されるんです、実際に、うん、それで今最初にあのオープニング入ってる。でオープニング約30秒間、それで例えば冬の出来事って起こるんですよ。あの生配信してて急に裸の娘が向こうから歩いてきたりとか、そういう緊急事態でしょ。そしたらじゃあここでコマーシャルですって言ってコマーシャルに切り替えちゃうの。そういつもそうよ。私なんか家族が自分のスタジオのすぐ隣キッチンで、キッチンで電子レンジをかけた時って、うち Wi-Fi だからすごい落ちるんです、叩けば。で、あ、娘がお茶でチンしようと思ったって言ったら、じゃあここで CM ですとか言って切り替えちゃったりとかするんです。そうするとあの万が一怒っちゃっても大丈夫な感じですよね。でこれでまずオープニング入るじゃないですか。でオープニング入ったらここで、はい、じゃあ皆さんこんにちはって、はい、今お菓子を食べながら新潟で講座をしています真っ赤清美です、こう出てくるんですよ。こうやってやってます。仕組み分かりました？うん、うん、でこうやってやってるのを見ていてやりたくなる人いっぱいいるんですよ。で確かにユーストリームで配信してるけど、どうやって動画入れてんのってなるじゃないですか。ユーストリームプロデューサーの方はできるんですよね。でも私はないでしょ、ユーストリームプロデューサーできないでしょ。だからどうやったらユーストリームプロデューサーみたいなことができるかなって探求したんです。そしたらブロードキャスターの安定の効いたブロードキャスターで配信しながら、もう一個ソフトをかませばいいんじゃないかってことになったんですよ。それで2つソフトを使ってるんですけど、今あの切り替えてもらったんですけども、こういったシネマっぽい色合いで配信したりとか、さらにここにもうちょっとエフェクトをかけていくといろんなことができるんですけど、例えばこういう感じで枠をつけたりとかできるし、いろんなこれ7000種類ぐらいあるんですけども、こういう感じで自分の好きな姿をやったりとか、あと猫好きの配信するときなんかはこういう感じで猫をこうやって置いたりとか、うん、できるんですよ。あと例えばあの海外と中継のときは日本と中継みたいに旗を動かすこともできるし、うん、こんな風にやってると部屋の中が別にそんな綺麗に飾ったりとかしとかなくても、こう仮想空間でできるじゃないですか。で私が結構今気に入ってるあのオンラインの方法っていうのがあって、それは何かっていうと、これはこちらを消しますよね。で今すごい気に入ってるのがですね、スワン新潟のスワンのお部屋からお送りしてますみたいな感じで、こういうことなんかできたりとか、これ7000種類ぐらいあるのでダウンロードできるんですね。であとはですね、どんなのができるかっていうと、そうですね、あのカーテンつけたりとか、あ、カエルになっちゃった、ごめん、カエルじゃなくて、この部屋の中をちょっと雰囲気を変えることなんかすごい簡単にできるんですけども、例えばステージっぽいカーテンでこういう感じでカーテンをこうやってやると旅館で配信してるように見えなかったりとかしますし、あとは休日、ちょっとこう金色の縁取りをしてあげたりとかするとね、部屋の中が殺風景でもちょっとなんかこう飾りっぽくなるじゃないですか。こんな感じで仮想空間みたいなのをやってます。はい、でこれ7000種類ぐらいあるんですね。であんまり使いませんけども、例えば、こういったカツラとかですね、こういうのを選ぶことによって、このカツラ大きいですか、こういうふうにあんまり使わないけどね、あんまり使わないけどね、こういうのとか変身セットみたいなのあるんですよ。ちゃんと動くんです、あの形なんです。あんまりあの精度が良くないので、ちょっと動くとこうやって動いちゃうんだけども、で面白いこれが、そうこういう感じで動くんですけど、こういう感じで、そうで、これはあんまり精度が良くないんだけども、電波少年みたいなね。でこれ自分でこういうアイテム作ってオリジナルものを出すこともできたりするんですけど、まあ出来合いのものが7000種類ぐらいあるので、そこから選んでくるといいですよね。それでじゃあ実際にこういったものをどうやってあのキャッシュポイントにしてるか、私の場合は、まあ、実際に講座を受けてくださっている方いらっしゃるんですけど、あのちょっと金曜日の会議のことちょっとさらっと説明してもらっていいですか。金曜日の22時から何をやってるか、そうちょっと簡単に概要を皆さんにお話ししてもらっていいですか。